始まりました。聞こえるかな、どうかな、聞こえないな、聞こえにくいな。はい、どうもスピチューブです。ごめんなさい、ちょっと冗談です。今回はあるアーティストがいて、その後ろでなんか DJ っぽいことやってるなとか、あれ一体何してんだみたいな、パソコンとかなんか触りながら DJ っていうか、まあこのターンテーブルを回しながらやってるけど、あれ実際何なんだとか、なんかめっちゃ気になるじゃないですか。僕も一応 DJ なんですけど、 DJ 始める前とか、あれ一体何してんだ、 DJ ってどんなことやってんの。まあ今回ね、この機会に、この機会というか、まあネタもちょっと尽きてきたんで、映像を見ながら僕と一緒にちょっと見ていきましょうか。解説しますんで、どうぞ。 DJ って基本的にはその選曲がメイン でそこからまあ技術とかスクラッチとかそういうのが出てくるんですけど、選曲に関してなんですけど、その選曲するにあたって膨大な量の曲が必要なんで、それをまた CD ケースとかそのレコードのボックスを持ってくるっていうとかなりのしんどさなんで、もうパソコンの中に入れちゃって、でそこから、ターンテーブルとか CDJ コントローラーの方にリンクして、プレイするって形で、一応僕らはそのパソコンを使って DJ をやらせてもらってるんですけど、クラッチライブ、セラートとかいうソフトなんですよ。で、このソフトにプレイリストが入ってますね。このソフトがあのパソコンの方にリンクされてるような形で僕らはプレイしてます。基本的にはそのミックスするにあたって、つまみがあって高音、中音、低音っていうのがあって、それをうまく使って次の曲を流したり、いつの間にか変わっちゃったみたいな感じで僕らはその DJ をやってるような感じですね。まあ、基本的にまあそのライブ活動とかライブとかの後ろの DJ はまあその演奏中は基本的には大きいことはしないけど、まあちょっとハリボテみたいな感じかな、ハリボテみたいな感じだけどすぐ次の曲に変わりやすいっていう結構利点というのはあったりしますいう感じですね。なんかちょっと説明が難しいですけどね、なんかこの映像で伝えるっていうのね。というわけで今回はこんな感じで、なんかあっさりですけど、はい、ここでスピチューブ、1周年を迎えました。ありがとうございます。基本的にはなんかみんなバラバラで仕事が忙しいとかなんか都合が悪くて出れないですけど、まあ、僕はまあ撮影の方を基本的にやらせてもらったんで、まあ面白い人材をちょっとかき集めたりそういう感じで頑張っていくんで、皆さんよろしくお願いします。まだチャンネル登録者数とか少ないんで、ぜひ協力お願いします。引き続き、スピチューブの方よろしくお願いします。ありがとうございました。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。